はい。こちらね。えー、皆さんもあのー、ご存知のね。フェイトですね。うん、僕ね、えー。僕のね。あのー、まあ、よく耳たこの話なんですけど、私のね動画内容を見ていただいている方はわかると思うんですけどね。私、あのー、ゲームのねあの関連するあのグッズとかはね集めていってますんで、これもねあのー、ゲームに出てくるあのー、関連なんで,で、これ買いました。 で、これね、えー、スーパープレミアムフィギュア、えー、赤の西洋はね、うん、レッド。これね、めちゃくちゃ安いんですよ。これね、100円で買いました。これね、100円は安いんですよ。絶対にね。うん。で、これもね、ちょっと、さすがにこれは今現在あるお店で、あのー、100%ね、迷惑かかっちゃうんで、さっきのね、ソフマップさんのはもう二度としないからいう意味で、まあ、あの、ソフマップっていうのを名前言ったんですけどね。 これあの、これ100円で買いました。うん。100円フェアの中にね、これが入ってたんですよ。ひょっとしたらね、これあのー、店員さんのミスちゃうかなって思ったんですけどね。他のはね、あ、100円でも安いんですけども、も100円は100円かなっていうのばっかりやったんですよ。ほんで、これがね、100円であったもんなんで、あれちゃんと僕ね、店員さんに言ったんですよ。これ100円いいんですかって言ったら、なんかね、あっていうような顔してたんですよ。ほ <laughs> これ100円の中に入ってたから100円ですよね、言うから。そうですね。<laughs> 多分ね、間違ってます。はい。<laughs> でもね、ラッキーですよ。これね、えー、売ったりしないんですよ。これ僕あの、ゲーム関連はねあの。これをオークションで調べたらね、えー、と送料無料で、えー、平均1700円から2200円の落札です。であの、送料なしやったら最高額でね、1200円の落札が出てますね。 まあ、あくまで僕と同じ、この開封されてない状態ね。うん、で、これの中身の、あの、本体だけ、本体だけ、あの、要は箱も、中のスリーブ系もなかったら、平均ね、300円から500円です。安いでしょこれ100円は安いですよ。まあ、ここにね、あの、お店さんの名前のあれが書いてたんで、ちょっとね、これ剥がしました。うん。はい、こんな感じでね、あの、なんばオタロード周辺ではね、まあ、あ 今回これはね、たまたま100円です。たまたま100円です。<laughs> と思うんですよ。1個しかなかったしね。あの、店員さんがちょっと苦い顔してたんで、まあ、こういうね、あの、動画の内容、まあ、100円でこちら書いたんですけど、こういう,こう,いうね、まあ、ちょっとお得なお買い得商品もありますよ、みたいなね、<laughs> 商品をどんどんね、あの、動画アップしていきたいと思いますので、私のね、えー、いつもね、ちゃんと言っている、あの、まあ、低レベルなね、 あの動画の内容ばかりになるんですけど、こんなね、あのー、動画の内容でいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とあのコメントの方、よろしくお願いします。これに、ね、100円やったら絶対安いんですよ。<laughs>